俺は木下和也、二十歳。ちなみに、彼女はいる。ごめん。他に好きな人できちゃった。別れよ。振られて落ち込む俺の前に現れたのは、はじめまして、水原千鶴と言います。レンタル彼女？私はこの仕事好きだよ。水原、彼女だ。よろしくお願いします。うん、水原千鶴はレンタル彼女、本当に好きになるなんて許されない相手。でもでもやっぱり嫌だったよな。こんなクズの彼女なんて。これが私の仕事。楽しかった。またね、運命なんて言えない。ハロー、カズくん。俺、本当はまだマミちゃんのこと。私、カズヤくんのことが好きなんです。え？ごめん。あいつ、悪いやつじゃねえんだよ。きっとあんたのこと最後は幸せにしてくれると思う。カズヤくん、カズヤさん、カズくん、カズヤくん。彼女、おかりします。